お客様への77期生お披露目ももうすぐよ。ステージではなく、芸能望遠鏡の星での握手会になるわ。握手会でお披露目？そう。AKB0048 にとって、握手会はとても重要な場所。お客さんたちと直に触れ合えて、生の意見を聞ける。最高の機会なの。そうそう。高見野さん、ゆきりんさん、さやか、おはようございます。おはよう。うちらはさ、会いに行くアイドル、そんでもって触れ合えるアイドル。握手会での対応はこれからの人気に大きく関わってくるんですよ。このチャンスをものにするには、まず心を込めた力強い握手。で、バッチリ目を見て笑顔。ファンの皆さん、一人一人を認知することも重要です。認知？名前や顔、話した内容などを覚えることです。すごい。あとは私服。握手会だけだからね。うちらが私服でそれぞれの魅力をアピールできるのは、ファンの方に好かれるのもがっかりされるのも、ここがポイントですね。服がそんなに重要だったなんて。どうしようどうしよう、私ちゃんとした服、学校の制服しか持ってない。貸してあげようか。私のもよかったら。本当ですか？やめとき。高みなとゆくりんの着たら、ダサ私服のツインタワーだよ。え、何を。だって本当だ。私服か。レッスンは午後からだし。違い合う